元気ですか？元気があれば何でもできる実況アナウンサーの鍵野孝彦です。今回はですね、合気道を科学するパート2といたしまして、伝達力、これについて話をしてみたいと思います。さあ、それでは早速お届けいたしましょう。以前ですね、 V を出しましてね、その合気道を科学するということで呼吸力の話をしたんですが、今回は伝達力でございます。これはですね、力を伝える、まあ要はコツですね、コツです。そのためのね、話と思って聞いていただきたいと思います。で、無駄な力を使わなくて済むコツでございます。例えばですね、力仕事でも初心者と熟練者というのは違いますよね。初心者は力いっぱいやるもんですから、ものすごく疲れちゃう。ところが熟練するに従ってですね、無駄な力が抜けていく、スムーズにことを運ぶことができるわけです。で、これはですね、全く力を使ってないっていうわけではなくて、技に伴う力を使うことができるようになったってことなんですよ。よく、まあ、合気道はですね、力がなくてもできるという表現をする方いらっしゃるんですが、まあ、私に言わせれば、技に伴った力を発揮することができたというふうに解釈をしているんですよ。要するに、力を伝えるのが上手になったってことですよ。コツは力を伝えるのを上手にせよってことだと私は思ってます。例えばですね、相撲、ちょっと隣にいたらね、取ってみてください、相撲を。私ね、残念ながら一人なんですよね誰かパートナーがいたらね、ここで相撲を取ってね、ご覧いただけるんですけども、その限りではないんでね、ちょっと一人でそれをね、ご案内をしていきたいと思います。まずね、例えば右四つになってください。ね、左はベルトを掴んで結構です。右は抱えるようにしてください。この状態よくありますよね、大相撲の世界でね。この状態で力いっぱいでお互い寄ってください、ね、引きつけ合うんです。そうするとですね、力と力ですから、ちょっとやってみてくださいね。どうですか、力いっぱいやるとこういうぶつかり合いですよ。力と A さんと B さん、力と力のぶつかり合いですから、力は上に行くんです。上に行く。で、今度ですね、 A さんにですね、意識を背中に持っていってほしいんですよ。ちょっと力を抜いて背中に意識持っていってください。ちょっとやってみてください。どうです、ちょっとがっちりしたでしょ、力強くなったでしょ。 B さん、押しづらくありませんか、わかります、これなんですよ、背中に意識なんです。で、前ちょっとね、背中というテーマでもご案内をさせていただいたんですが、背中というのはものすごく筋肉量があるんですよ。それを使ってるんですね。そして今意識を背中に持っていったんで、どっしりとした体ができたわけです。ですから B さんはちょっと押しづらくなってるはずなんですね。わかりますかね、これ感覚。お相撲さんは腰で寄るんですよ。この状態で腰で寄っていただきたいんですが、ただ腰で寄ってやっても難しい、どうしても力が入ってしまう。その時にですね、背中と指先ね、ここを意識してほしいんですよ。で、まずですね、丸まっていた、まあこう4つに組みますけど、多少丸まってるかもしれません。その背中をね、伸ばすんです、ぐっと。これね、背中のね、伸びる力って、伸びて張る力って、伸長力って言うんですけど、伸長力を使うんですよ。背中が伸びますと腕が伸びるようになってるんですよ、実はね、腕が伸びるんです。では右刺してますよね、刺し手のね、指先にね、意識持ってってください。そうするとこの状態で相手の体を浮かすことができるんです。刺し手を返していくっていうのは相手を浮かすんですよ、浮かしていく。ですから状態が上がれば簡単に寄れるわけですよ ね。ですから背中を伸ばして腕を伸ばす。で、腕でこう抱えるようにしてますから、その指先で相手の体勢を浮かすんです。そうすると簡単に持っていきます。あとは腰を使って前に出ればいいです。ちょっとやってみてください。ね、背中をピンと張って、指先に意識です。ね、右刺してます。刺し手の方。ね、刺している方の手の指先に意識を持っていくと、伸長力が働いて、この力が相手の力に乗っていくんですよ。わかります?それで腰で前に出ると。いう感じにすると簡単に持っていけるはずなんですよ。これをね、実は私も何度となくやって、ああそういうことかって分かったんですね。要するにね、踏み込む時に足ありますよ、足を起点にして背中を張るんです。
そうするとその力が腕に乗っていく。ただしですよ、肩に力が入ると滞っちゃうんで、肩の力は抜くんです。抜くためにどうすればいいかってことで、背中意識なんです。肩甲骨を下げるんです。肩甲骨が上がると上体が上がるんで、肩甲骨を落とすんですよ。その状態で指先です、あくまでも指先ね、指先です、指先です、指先の意識、それで前に出るってことなんですよ。これをね、伸長力、要するに筋肉は心筋を使ってるんです。伸びる筋肉、合気道の場合はこれを使ってます。で、柔道とかレスリングってのは引っ張り込むでしょ、あれはね、屈筋を使ってるんです。屈筋ね、で、全てじゃあ合気道が、使ってないかって、そんなことはない。例えば相撲でもそうですよね。今心筋って話をしました。確かに前に出るのは心筋なんですよ。押し相撲は心筋です。ただ回しを引くのはこれ屈筋ですよね。これを合わせ持ってるんですよ。こっちで引いてこっちで押してるから、相手を簡単に持っていくことができるんですよね。それと同じことを合気道でもやればいいんです。合気道は、心筋の、武道なんですよ。心筋、伸びる筋肉を使っている武道ですから、これを生かすんです。で、よく見るのが養心館でやってる非力の寄せね。あれは足と腰、背中ね、そして指先がこうやってやるじゃないですか、ね、一直線なんですよ。力の伝達がいいわけです。すごく力が伝わるんです。ですから私はね、あれ見て、あ、理にかなってるなというふうには思いました。ですから力の伝達というのは、足を起点にして背中を張って、ね、伸ばして、その力を腕、指先に持っていく。そして相手の力をここでコントロールするってことですね。足を起点にし、背中の伸長力で差し手を通して相手に力を伝えてるってことですよ。これがね、相撲で今ちょっと皆さんには体験をしてもらったんですけども、これを合気道に生かしてくださいよってことですよ。ですからあくまでもね、指先です。指先ですから体の変化をパッとやるじゃないですか。指先なんです。指先、意識は指先に持っていって、ね、この心筋をうまく使っていくと合気道がとっても上手になるはずです。私も実際にやってみました。全然ね、今までと違いますから、これがね、一つ伝達力ってことなんで、皆さんもぜひちょっとね、試しにやってみてください。今までとね、技の完成度というかね、技を仕掛けた時のその感覚が随分と変わってくることと思います。今回はですね、合気道を科学する第2弾といたしまして、伝達力、こちらをテーマにしてご案内をさせていただきました。この辺りでご礼を。元気ですか？元気があれば何でもできる。元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野孝彦です。よろしくお願いいたします。